깨어지 곱게 된 것은 곱게 떠나 곱게와 관리하는 쓰는 날 어느 마에 그림이 또 벌어가네 말 갖다 모른다 갔어 겨우 염이 하지면 또 벌어와 다행 무드가시 하나씩은 불이 났잖아 근데 이기나리 그래 염이 하지면 또 하지면 갔다 막 자꾸 와가라 나이다 그러니까 この前来てられる方も前との接続がねつきにくいかと思うんででまあ大体この消防現像それからこのホッケ天ボッケも含めてですね一般に仏法の話それと今我々の住んでいる現代人の考え方っていうのをねそれはね本当はとっても違うんですねでどういうところで違うのかそしてそういう違った仏法をですね現代人としてどうその応用するっていうか現代に当てはめて働かすべきかっていうそういう話からまず入ってこうかと思うんですとにかく私まあその点 気の弱い男でね皆さんが分かっても分かんなくてもこれが仏法の話って言ってねそして押し付けて話す心臓がないもんだからこれでもねなかなかその気使って喋ってるわけでしょ。ここでね、今言う、その、仏法の話と、それから、現代人の考え方と、どういうところで違うか。いろいろに言うことはできるけれど、まあ、こうも言うことできると思うんですね。今、普段は、いつも私は生命の実物っていうこの私の話聞いてくださってる方はいつもすぐ出てくるのが生命の実物の話だこの仏法の話はこの生命の実物の話それに対して現代人はっていうとねいわゆる情報化時代とかなんか言うけれどこの情報化社会なんですね情報っていうのとばっかり言って実物の話じゃなくて情報の話ねそこが非常に違うところだと思うんですねでこの生命の実物のことを仏教では一心とか心ですねそれから法とかあるいは仏とかってねこの生命の実物のことをそういうこの前も言ったけれどお釈迦さんの言葉としてねお釈迦さんが悟りを開かれた時、我と大地無常と同時浄土三千草木ことごとく皆成仏って言われたっていうんですねお釈迦様が悟り開かれて俺だけが悟ったっていうんじゃないんだそうじゃない我とそれから大地それからあらゆる有情っていうのはあらゆる生きてるものだからことごとく皆成仏したんですねお釈迦さんと同時に成仏した三千草木山も川も草も木も、同時成仏ことごとく皆成仏っていう仏さんになっちゃっただからあらゆるものがお釈迦様と
同じに悟ったんですね。それで今度は法華経に出てくるけど、三界は我が有、その中の衆生をことごとく皆我が子っていうね、有名な言葉が、このお釈迦さんにしてみたらね、この三界ってこれ、この世界ですね、これはみんな私の持ち物だ、我が有っていうのはね、所有ですから。でその中の衆生というの、その中に生きてる衆生はことごとく皆我が子ってこういうのね。つまりお釈迦さんというのはこの全部大地宇宙三千草木ひっくるめたのがお釈迦様なんですね。でだから一切衆生ぐるみ、一切世界ぐるみというのがお釈迦様なんです。だからこの前言って仏さんにいろんな意味があるというのをちょっと私この前話したけど、仏さんの一つの意味としてね、仏っていうのが出てきた時に一心一切法、一切法一心の意味があるって言ったでしょ。つまりこの法ですね、一心と一切法と人をひっくるめ、一切法が一心だ、そういうのが仏なんですわね。この生命の実物としては一心一切法、一切法一心とこういうこの法っていうのがね、大体どういうのかって、一心はまあその我々の生きてる生命のことを言うとして、この法っていうのはどうかっていうと、大体の意味じゃ存在っていうような意味です。あらゆるもの、諸法とか万法とかっていうね、このあらゆるものです。ところがね、この法っていうのは今我々が普通考えるような存在じゃない。今我々が普通に考える存在っていうのは、その見る自分と見られる存在とってね、こう二つに分かれてる。それでか、要するに普通、存在っていうと観察された存在だ、私によって観察された存在ね。で私だけは別問題、別だ、その存在の中に私は入っていないで、その存在を見てる自分っていうのはまた別なんですね。そういうふうに分かれてる。それに対して仏教で法っていう時には、その私と見てる存在と人ひっくるめなんですね。でまあこの前も山水経っていうのをね読んだけれど、山水っていうのをね、山も川水もこの普通は自然界のもんとか思ってちゃう。だから私はその自然界から離れて人間ってやつは別に口にあるもんだとこうみんな思ってるわね。ところがそうじゃない。その仏教の場合、この見てる人間と、それから観察された存在と、山水と大自然と人ひっくるめのもの、そういうのが法なんですね。だからその見る、こう我々見る知見がある、見るっていうね、見る知見ぐるみの実物だ。だから私はっていうと一切ぐるみで生きてるわけだ。そういうのを脳所以前っていうけどね、脳っていうのはこうこっちが見る、だから所っていうのは見られるっていう意味ですね。脳所以前、脳所一枚のものです。ほんとね、そういう境界にその、修行してなんとかそういう境界になりたいとみんな考えるから、それでまた向こう側へ持っていっちゃう。そういう境界っていうね、
ものを向こうが置いちゃうから、あらかじめだからね、修行、このところはね、修行者の間違いやすいところなんだ。その修行するっていう限りは、なんとか俺は偉くなりたい、いい俺になりたいと、こう向こうが置いちゃうんだから、そうするともう仏法から離れちゃう。そうじゃない我々ね、そのあれですね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、大体その見るものと見られるものと分かれる以前のところで生命体験してんだから、事実ね。そういう生命体験があって初めて今度抽象力が働いて、そして見るものと見られるものとこう分けるんでね。だから決してね、その見る、今言う一心一切法、一切法一心っていうね、そういうのは修行した結果初めてそのそうなるもんじゃない。そうじゃなくって初めからそうだっていうことね。いや、私がいつも言う話、そのあれですね、このコップっていうの、コップっていうと私が見るコップとあたが見るコップとって、また角度は違ってんだし、現場で見る生きた実物は私だけが見てるんだからね。このコップの話、分かりいい話だと思ってんだけれど、それがどうしても分かんないっていう人がいるんだけど、これ以上言いようがないじゃない。この私は私の角度から見る、私の視力でもって見てんで、で光線加減も違や、角度も違うんだし、この視力も違うんだ。そうすると これだけの人がいても、みんなをそれぞれのものの見方してる。決して同じってもんない。これは我々概念の世界じゃ同じコップを見てる。しかし生きた生命の実物から言ったら違うんだってことね。で、そういう生命の実物の話なんですね、仏教の話は。で、そういうのを法っていう、そういう法が花開く世界だ。そういう生命が、生命の花を開く世界が法華なんだ。法華の世界ですね。で、そういうの、そういう話だ。それに対して現代人っていうのは、この今情報、この生命の実物からね、抽象して得られた情報だけがその大切だと思ってるのね。で、例えば本当の生きた生命の実物としては、沢広氏が言われたけど、兵一発でさえ人と貸し借りできないっていうのをね、私その沢広氏の名言だと思う。兵一発でさえっていうね、兵なんていうものはそんなに重要なもんじゃない。しかしながらその兵一発でも人と貸し借りできない。で、これはだから、コップ見るんでも私きりの私のコップを見る。それからおなら一つでも私きりのおならをやる。で、ところが普通その今現代人はそういう生きた生命の実物は切り捨てちゃって、で、情報だけ大切にする。ガスは出しといた方が衛生のためにって、そんなような情報で、これだから、こういう情報はね、人にも役に立つからね、だからまあ結構。しかしながら、そういう情報をたとえ知っていてもだ、例えば盲腸切った人とか、子宮筋腫で、切ったとかって、お腹切った人が切った挙句におなら一発出るか出ないか、そこがその一番問題なんだっちゅうもんね。それでおなら一発出るか出ないかでもって命に変わるっていうんでさ、で、そういう情報は分かってんだけれど、それが出てこないって言ったら、これはやっぱりこの部屋は
そうすると彼の情報は嘘だってことになる。そうすると
クリート島人は嘘つきだっていう情報は嘘だっていうことになると、そうすると、すべてのクリート島人は嘘をつきでないっていうことになる。そうすると、彼はクリート島人なんだから、彼の情報も嘘じゃないとこういうことになるね。そうすると、その、すべてのクリート島人は嘘つきだっていうのは、また本当になってくるっていうんだ。これも循環するもの。それで問題なんだね。問題になっちゃって、結局クリート島人は嘘つきなのか嘘つきでないのか分かんなくなっちゃったっていう話がある。その点ね、あいつは嘘つきだってね、いう情報を流すのは難しいんだね。それで、あの、 あいつは嘘つきだって言いたいとこなんだけど、あいつは嘘つきだっていう情報を、もし私が言ったとすると、そうすると世間の人が、あいつこそ嘘じゃないかってこう思われやしないか。そうすると、その、あいつは嘘つきだっていうためには、まず俺が嘘はつかないっていうね、その、あれなんだね、情報をまず、 はっきり決めなきゃ。例えばね、一日に一度は良いことをしようとかなんか言って、タヌキが出てきて行ってみたってね、これ、やっぱり、あんまり、その誰も効果ない。それより、例えば、こう、あの、美しい外人女性の声なんかでね、 beautiful human life とかなんか言っちゃって、そうするとね、なんとなしに、そこの化粧品が、使うと綺麗になるような気がしてくるっちゃうね。そういう、あれなんだね。だから、今、国際関係かなんかでもそうなの。互いにスパイとかね、あるいは宣伝マンっていうのを送り込んで、 そして、いかにも自分の国は、その、正義の国であるか、こういうようなことをね、思わせるように。そして、その正義の国が、あいつは正義の国だって、こう言えば、この、初めて、その、あれになるからね、そういうのを宣伝せんってやってるわけ。で、その点はね、今、 今の時代、狸と狐の化かし合いって時代だと思うんだ。この、情報化社会っていうのはね。この、だから、狸と狐の化かし合い時代においてはね、一本調子でもってね、宣伝してもダメですよ。例えば選挙なんていうのは、あれですね、自分の名前を、内山豪商ってね、一本調子に怒鳴ってる。あんなのはね、最低だ。そうじゃない。それよりこう、やっぱり、美しい、こう、静かな音楽を、こう、鳴らしながらね、そして、毎度おなじみの、ちりがみっこうかって、やってる方が効果がある。<笑>その点、一本調子はダメだ。 それで、情報戦のプロとなると、その辺心得てる。で、折れて曲がるって。折れて曲がって何がなったか分かんなくしちゃうね。その辺ね、こう、まあ、私なんか、そういう方を研究はしていないんだけれど、それでもちょっとこう、観察しているところによると、例えば、 反対情報が入る前に一歩先んじるってことは大切だ。例えば、その、彼は嘘つきであるっていうためには、その、今言ったように、私は、その嘘つきでないってことを言わなきゃなんないから。そうすると一歩先んじてね、あの人は嘘つきじゃなかろうかってこう、みんな世間考える以前に一歩先んじて、私は子供の時に嘘つきであった。 しかしながら、ある時から嘘っていうのはつくのはくだらないことだって発見して、それから今は嘘つきはやめたとこういうようなことを言うんだね。<笑>そして、その挙句に彼は嘘つきだというと、いかにもこう、<笑>一歩先んじたところでこう、やってるからね。
そしてこれもあんまりねこう歯切れよく私みたいに歯切れよく言っちゃうなんとなしにこう持って回って要点をぼかして余韻を残す力ね、これが大切なんだね。であとはおのおのにその勝手に思わせるようなこういうそういう余韻だね。例えば あの人そんなこと言いましたかっていうようなことで、こう止めておくわけ。へえって言って、こうその時の顔、つきとかね、そういうことを言うと、少なくとも嘘つきをやめた人がそう言うんだからね、そうすると、あれは嘘つきかなっていうこうイメージが湧くじゃない。そういうイメージをだね、さらにね、 そういう余韻のある言葉をこういっこれも一方的じゃなくって、こういくつか交差させるんだね。劇場の間あの照明みたいにね、こういくつか交差させて、なんとなしにそう思わせるような雰囲気を作る。これ大切だ。で 結局何のことはない暗示に書けるって言ったら、で要するにね、これはまあ長屋の神さんから今日の国際関係に至るまでみんなそれ苦心してんだと。でその点ね、まあ情報戦のプロたちはそういうのをまあ秘術を尽くして研究してんだと。でまあ今 ちょっと話したようなことは全く初歩の話なんだろうが、その国際関係なんか本当にあれなんですね、狸と狐のバカし合いって言って、あのこれこの前の大東亜戦争のあのあれの時でも松岡洋介だったかな、なんか愛したら 最後に松岡洋介っていうのも外交官で、まあ狸と狐の愛の子みたいな<笑>男なんだろうけど、それが今日の国際関係は複雑回帰って、とうとうそんなこと言い出しちゃっちゃダメだ。俺自分そういう狸と狐さえが今日の 国際情勢は複雑回帰でもう分かんなくなったって、そんな風だから日本負けちゃったんだよ。この要するにどれが本当なのか、あるいは何を信じて良いのか分からなくさせる。でだからこの今の世の中みんなそんな風だから、気の弱い人はだから、ノイローゼになっちゃう。それで 何信じていいかわからない。例えばね、今私がこんなような話してると、いかにも私が正直そうな男に見えるじゃない。一歩先んじて喋ってんだから。それがまた、私が、その、皆さんを裏切るような行為ってしない限りじゃない。<笑>そうなってくると、これ、まあ、 今喋ってることを土台にして私が嘘を言うこともあり得る。それでね、それはありますよ。その、どうせみんな凡夫なんだ。それでね、私はね、まあ私の弟子たちにいつも言うのは、普通、座禅する修行者、 何より尚志見つくのが大切って言うじゃん。これが尚志っていうのはどれが尚志なのか分かんない。そうすると俺が尚志だぞよって<笑>まあ言う人がいるわけだね。だけど私は弟子たちに決して俺を尚志と思っちゃいけないって、こういうこれはもうずっと前から言い続けて、そうじゃない、 自分がする座禅だけが本当の尚志、こういうことね。これ自分がする座禅に導かれて行かなきゃならない。お釈迦さんでもね、その
お釈迦さんの最後の頃、あるいはお釈迦さんの遺言になって、阿難尊者がね、これからどうしたらいいでしょうと言ったら、自らに帰依する、法に帰依する、他に帰依することなかれ、ね、お釈迦さんが言われた、この自らに帰依するって言って、自己のよりどころは自己の身なり、しかしながらその自己はって言ってね、これ普通考えてる自分の話だ、法に帰依せよ、これが座禅する自分だ、この座禅する本当の意味の自分、自己に帰依しなきゃ、そして決して他人に帰依しちゃいけない、これの世の中にはね、拝みたくなるような人っていうのを探してる人いるもんね、あの人は独身だから拝みたいって拝んでる、何がその拝んでる、独身だって言いながら裏で持ってこちょこちょ密輸入してる、密貿易してる人もいるわけだ、あそういうあれだね、人間に帰依しちゃダメだ、他に帰依することながら、どこまでも自己が自己のよりどころが自己の身なる、そしてその生死とすべきって言ったら、この自分のする座禅だけが本当、それで聖徳太子も言われてる、この世間はこけない、ただ仏の身真なりね、で結局仏法っていうのはね、そういう情報化時代の情報でもって、これが本当だ、これが本当だって言って話してる、そんな情報の話じゃない。そのどこまでもその生命の実物だけの話なんですね。情報は情報だ。で、しかしその情報ぐるみの生命の実物をいかに見据えるかっていうことね。だから、いや今私が喋ってんでもこれだけは本当だ、とにかく情報ぐるみの生命の実物を生きるね、もうそういうことだからね、今のように折れて曲がってこの複雑回帰にね、タヌキとキツネのバカし合いで複雑解禁で何が何だか分かんないっていう時代にあって、でこれだけは絶対に疑えないっていう、そういう生命の実物の話っていうのね、この仏法はそういう、この生命の実物を見据えるっていう知恵の話なんだね。だからそこで初めて仏法のそのありがたさっていうのもある、出てくるわけで、まあそういうつもりで、そのあれですね、仏教っていう宗教の、もう現代人は本当にこういうふうに複雑回帰になってくればくるほど仏法の話は尊いとして学んでもらわなきゃ困る。ところでそういう絶対事実っていうのはどういうのか、そういう情報っていうのはもうそういうふうに複雑回帰になってくる、だからこの情報っていうのは大体言葉ですね、言葉で抽象して、この実物に対して言葉で抽象して、そしてそれを視聴覚化して、そして具象化するんだね、そういうのが情報だ、そしてそれでもって人に暗示にかける、例えばこのコップに対してわあ素晴らしいコップだって、まあなんとか美術鑑定家がいてですね、このコップに対してこれは素晴らしい、これは国宝に値する、まあ美術鑑定家が言ったとですよね、この美術鑑定家がもし信用を受ける人物がそう言ったとしたら、このコップはまた素晴らしく価値が上がるじゃん、そして
ところは何これ、あのどこでもあの普通のコップじゃないかっていう。ところが美術鑑定家がみんな飲み悩みそう言ったとしてはこれコップが価値上がっちゃう。そういう情報は、あの嘘は情報から始まるからね、言葉から始まる。で、そういう情報は取り去れば、あの生命の実物が現れるかというと、そうじゃない。これ、どうせね、あの我々が言葉を持ってるっていう、人間生命が言葉を持ってるってことは、これ、また絶対事実なんだからね。だから、あのその大切なのは言葉を取り去って人間生命の実物があるわけじゃない。そうじゃない。大切なのは言葉に左右されるされない絶対事実。言葉で何て言おうとその言葉に左右されない、そういう絶対事実が大切なんですね。例えばね、言葉で左右されない絶対事実ってどういうこと？思っても思わなくても、信じても信じなくてもそうである絶対事実。これそんなものがあるか、思っても思わなくても信じても信じなくてもあのそうである絶対事実ってどういうことなのか。今言う、私は私の生命の実物を生きている、これだけは、まあ、間違いない。思っても思わなくても信じても信じなくても私は私の生命の実物を生きている、まあ、もう言葉に分かれる以前の実物で、このように自分が生命の実物を生きているということ、これを知ることを仏の知見というんですね。だからこれ、仏の知見とは何時が自身になりって、この前読んだところにあったでしょ。この127ページの下の段のその左から3行目のところ、何時今まさに真実です、仏の知見とはただ何時が自身になる、ね、この何時が自身という真の字ね、私はいつも言うけれど、これ仏教で真というのはただ真理が真理的な心じゃない、生命という私は私の生命を生きている、その生命の実物を生きているということだけは間違いない、これが仏の知見、それを知るのはね。でだから我々がたとえどんなに情報が飛び交っても、それがどんな情報が複雑回帰になっていても、そういう私は私だけの生命の実物を生きている、これだけは間違いない。だから人の元のものを取れば泥棒なんです、座禅すれば今仏なんです。それだけは大事です。それを見てるね。そういうその生命の実物を見ることを、そういう目が仏の知見です。だから昔の裸の王様、あのあれですね、アンデルセンの童話にあるじゃないですか。素晴らしい着物を着て王様がの俺は素晴らしい着物を着てんだぞって言って行列してるところに子供が出てきて、あ、王様は裸だって言ったっていうね、あのほら実物見てみんなそのこの着物はあの嘘を言うやつにはこの着物は見えないんだっていうのが宣伝されててさ、そうするとあの
王様が裸だってね、言っちゃ、俺が嘘つきだっていうことになっちゃうからね。で、立派な着物だってみんな言ってるわけ。それに対して子供は、その、実物見てんから、わあ王様裸だって。この、わあ裸だっていうね。そういう目が大切だ。で、まあ、ようやく今日の話に入るんです。 これより法華天と天目華との法華は開演する中、この法華天天目華の話はね、これからあの後にその詳しくその道元禅師が述べられてるんで、その時の話にするとして、で結局あのまごそれより先は聞かず、まことに 仏の知見を諦めんことは必ず、正法現像ならん仏祖なるべし。今、その、今まで今日話したことは、この仏の知見の話でした。で、いたずらに書籍を数える文字の学者は知るべきにあらず。要するに学問というのも一つの情報だからね。その、もう言葉の話だから。そうじゃない。そういう学者は、 全く実物の被った着物の話だけして、そのぐるぐる実物の回り回ってるだけ。ところが今、その仏法の話は生命の実物の話だから、いたずらに写石を数える文字の学者は知るべきにあらずということ。今この法達の従来にとも見るべし。 法華の召集を諦めんことは、祖師の開示をただ一大事因縁と偶然すべし。要するに、祖師の開示に従ってな、ただ一大事因縁と、これ、この前も言ったけど、一っていうのね、これ、二に分かれる以前だ。それで、大っていうのは、大と小と比較する以前だ。だからこれ生命の実物の話、一大事っていうのはね。 そういう一大事因縁と偶然すべし。これが、また一番大事だ。この、無二役無三の生命の実物こそ一番大事な最高価値と、極め尽くさなきゃならないというのが一大事因縁と偶然すべし。余剰に伴わんとすることなかれ。あらゆる、本当に、 本当から言ったら一物上だけである。これ一物上っていうのは、今の生命の実物ですよ。一心一切法、一切法、一心の生命の実物だ。それだけであって、余剰っていうものは大体ないんだ。今、法華天の実相実証、実体実力、実因、実家の如是なり。 これはまあ、方便本に出てくる十如是から取ってるんですね。十如是っていうのは、如是相、如是相、如是体、如是力、如是三、如是因、如是縁、如是観、如是法、如是、本末、苦境等という、まあ、それを、いくつか引いて言ってるわけだけど。結局ね、これ一体どういうのかって、如是っていうのはそのままっていうことですよ。で、 いろいろのね、まあ、どんな生き方しようと、どんな境遇であろうと、どんなところ、どんな境遇、境外の人であろうと、その時その所、そのままの生命の実物っていうね。いや、あれですね。 天台宗で言うと、一年三千という。一年のうちにね、三千世界がある。どういうのかっていうと、この十如是と、それから十戒、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、菩薩、仏っていう、これは十戒ですね。十如是と十戒と、それから、あれですね、十如是が十如是で、もう一つ、
で、あの、旋回になる。それに、その、欲界、色界、無色界というのがあって、三千回。だからまあ、一年のうちにいろいろなね、あの、あれが複雑にこう、パッと入ってるっていうことを言うんだけど、その、どれであろうと、どの境界であろうと、どの境遇であろうと、そのまま、俺の生命の実物生きてる。それが如是で、例えばね、だからどんな逆境に陥って、例えば地獄のどん底を落っことされても、この地獄のどん底っていうのは比較すればこそね、あの地獄だ。しかしな、比較なしでそのままって言ったら、今私の住んでるところだ。私の住んでるところね、これは我が住みかだ。その、それをね、みんな比較して、まあ、小沢道友さんの、足なし年次の小沢道友さんが、ね、書いた、比較すりゃこそ、あれですね、俺は両足切断して、不幸のどん底と思わなきゃ。しかしながら、この本日ただいま誕生っていうんで、この両足切断して生まれてきたんだと思える、ね、そこそこで、うん、そのまんま如是だ、このまんまだ。私が生命の実物生きてる、そういうことね。そういう今ホッケ天のこのホッケ天というのは生命の実物に引っ張られてっていうことはね、生命の実物に引っ張られてる限り、そういうどんな境遇境涯の人であろうと、その時そのところが生命の実物で、祖師より以前には新探国に今だ聞かざるところ、今だあらざるところのこの六祖の話以前にはなかった。いわゆるホッケ天というは神明なり、神明はすなわちホッケ天なり。いわゆるホッケ天って、これからホッケ天の話が出てくる。ホッケに、このホッケ天っていうの天は陰天の天だ。ホッケに引っ張られて、ホッケっていうのはさっきも言ったように生命の実物にの花ですね。この生命の実物に引っ張られて、その生命の実物に引っ張られているのは神明だっていうね。いや、我々すぐ考えるのは心が迷ってるからっていう、まあ、心の迷ってるっていうのは悪いもんのように思ってるわ、みんなね。ところが今ここじゃそんなこと、このそれは我々いつでも迷う。この前も話したけど、まあ全ての人間を米粒に見立ててみた。そうするとね、あれですね、今地球上の人口っていうのを40億として、それは私まあね、あれのご苦労なご苦労さんだけど、私その40億の米粒、これみんな地球上の人間をみんな米粒に見立ててですよ。そうすると40億の米粒っていうとどのくらいの量になるだろう。一日一度、一食に我々1合ずつ食べたとしてだ、そうすると一日3合食べる。3合食べながら40億の米粒を食べるとどのくらい食いつなげるかって計算したら、この500年食える。500年食えるだけの米粒の量の中の私はたった一粒の米粒だということね。これじゃあ途方に暮れるのは当たり前だと思ったね。我々生きてるのにね、いつでも途方に暮れながら生きてるのは当たり前だ。そんな500年も食いつなげる、例えば嫁さんもらおうって、俺は最高いい嫁さんもらいたいとこう思ったってね。
刻々にね、我々、ああしてもいい、こうしてもいい、どうしたらいいんか。これ、刻々に迷って生きてんじゃないですか。その、身命というのはそういうもの。あれかこれかって、いつでも迷い続けて。刻々にね、我々、ああしてもいい、こうしてもいい、どうしたらいいんか。これ、刻々に迷って生きてんじゃないですか。その、身命というのはそういうことだ。そして、しかしながらその、刻々に迷いながら、本当の生命の実物を選ぼうってこういうことね。それがホッケ天なホッケに引っ張られて、ホッケに引っ張られて、そのあれかこれかっていうたくさん刻々に選択しながら生きていかなきゃなんないな。なんとか生命の実物を選び取ろうという会議の神明ですね。で、神明はすなわちホッケ天なり。 で、そういうホッケ、生命の実物を選ぼうっていう生命の実物っていうのはどういうのかっていうと、本当はあれもこれもな、どれもこれもね、私の生命の実物ならざるはないんだ。<笑>この前も話したけど、その1歳分の1って言えば今言う、 あれですね、500年も食える、その、食いつなげる米粒の量の中の一粒で、あれかこれかで生きなきゃ、これは。ところが、すべて私が生命体験すればこそ、すべてはある。それから、1歳ぐるみで生きている自分だ。で、 そういう1歳分の1歳っていう限り、あれもこれもだ。あれもこれも私の生命の実物ならざるはない。それで結局はね、今私はこの1歳分の1として生きていながら、しかし生命の実物としては1歳分の1歳。 それでいつもこっちの方向、生命の実物に引っ張られる。これ、神明ホッケ天ですね。ホッケに引っ張られる。これまあ、真宗の、あれでいや、この一歳分の一歳というのは阿弥陀さんですよ。阿弥陀さんだ。これが私だもの。 私はいつでも阿弥陀さんに引っ張られる。で、1歳分の1歳という限りは、この1歳分の1も、阿弥陀さんの力の中にある。1歳分の、大体まあ、すべて1歳分の1歳生きてんだから。しかし、その中で1歳分の1っていう自分は意識してる限りね、1歳分の1なんだけど、それはぐるみ1歳分の1歳。 その1歳分の1が1歳分の1歳に引っ張られてる。これが阿弥陀さんのご本願だ。このご本願に引っ張られてる。阿弥陀さんのご本願に引っ張られて念仏もするんだ。<咳>神明はすなわちホッケ天な。 しかあればすなわち神明はホッケに転ざられます。この我々頭で、この我々ね、生命の実物としては、その、あれもこれも、その、どれもこれも、この、私の生命の実物っていうところで生きてる。しかしながら私たちは、この頭持ってるもんね。 この頭のところで持って分別する。
頭で分別してそれで初めてあれかこれかってねその迷うから。ところが本当は頭も生命だ。このこれぐるみが生命なんだからね。これの中にあれかこれかですよ。ところがこれぐるみ生きてるのがあれもこれもだ。あれもこれも私の命だ。だから鹿あればすなわち神明はホッケに転ざられるんだ。生命の実物に引っ張られ生命の実物に思考する。でつまり生命の実物に深まっていくってことだ。我々どっちへどう転んでも生命の実物に生きてる。しかしその生命の実物にいよいよ深まっていくって話ね。神明たとえ万蔵なりとも、このあれかこれかっていう場合にはそれこそいろいろの真羅万象相。しかしその万象はすべてこの頭が分別してこうあれするんですね、描き出した。神明たとえ万蔵ないとも如是相は法華に転ざらる。いや我々がいつもあれかこれかって選択に迷いながら生きてるんだけど、その如是相はそのものの姿としてはね、生命に引っ張られてる姿、生命の実物に引っ張られてる。この点だからこの点でらるる喜ぶべきにあらず、待つべきにあらず、売るにあらず、来たるにあらず。あね、俺は生命の実物も生きてんだから、俺はもう至り得たってね、喜ぶ。これは糸を重弱の病ってね、すでに至ってる。そういうふうにね、俺はすでに至ってるって喜ぶ、こっちはない。誰でも彼でももう至ってることは至ってるんだけど、ことさら喜ぶこっち、あるいは待つべきにあらず、俺はまだあの至っていない、未踏操作の病っていうけどね、まだ至っていないから、それで追っかけ回す、そういう待つべきもんでもない。その未踏重弱の病っていうのは合格の合格じゃない。それから待つべきにあらず、未踏操作の病っていうのは不合格でもない。これは合格不合格の話じゃないんだ。売るにあらず、来たるにあらず、しかあれどもホッケ天はすなわち無二役無三でない。これね、売るもんでもないし来たるもんでもない。もう絶対事実として生命の実物にて、新たに売るんじゃない、また来るもんじゃない。しかあれでもホッケ天はすなわち無二役無三だよ。この生命の実物っていう、今も言うように二つに分かれる以前でね、無二役無三です。唯有一物上にてあれば、如是相のホッケにてあれば、能天所天といえども一物上。もう唯有一情報っていうけれど、結局その唯有一情報って一体どういうことか。自分は自分の生命の実物を生きてんだっていう、そのことですよ。でこれはもう二つはない。唯有一情、無二役無三の唯有一物情にてあれば、如是相の法華にてあれば、もうそのまんまホッケなんだね。能天所天といえども一物上ない。引っ張られようが引っ張ろうが、このどっちにしろもう一物上。十方仏道中ってあるけど、一番初め出てきたけど、本当にどっちへどう転んでも
私は私の生命の実物を生きているっていうこれが決まんなきゃダメなの。我々いつでもみんなね、生命の本当の生命の実物を生きていながら、この生命の実物は生きていながら、しかしこれ頭があるでしょ。それで頭でもって分別して、そしていかにもこのままじゃいけないというような思いを持つ。思いを持っただけは迷っている。その大体ね、我々の悩むっていうのね、これはあれなんですね。いろんな反問があります。悩みがありますって言うけれど、これはね、我々虫のいいことを考えるから、虫のいいことを考えた裏側が反問なんですよ。結局この1歳分の1のこの俺生きてんでしょ。この1歳分の1ってのこの頭が1歳分の1考える、この1歳分の1の私のためにこの世の中できてんじゃないんだから。ところが大概反問してるっていうのは、私の頭のためにこの世の中ができてるように思ってそれでもって思うようにいかないって言ってな、そんな虫のいいこと言ったってそのダメなんだけれど、みんな虫のいいことを考える。その虫のいいことの裏側、その関門なんだ。今事実、その虫のいいことさえ考えなきゃ、今事実、どんなことであろうと。